はい、おはようございます。ただいま時刻は8時25分ですね。今ちょっと散歩で山の方に来てまして、すごく寒いんで吐く息が白くなってます。それ見て SG を思い出したんで、ちょっと SG についての話をしようかなと思います。 SG ね、蒸気暖房というふうに言われてます。対する電気暖房は EG ですね。SG を意識するようになったのは EF58 を追いかけてる時にね、追いかけてる時に、小学校の時から EF58 で見てますけど、 EF58 って冬になると暖房のための蒸気を焚いて、後ろの荷物車、遊戯車に、暖房を供給するために蒸気を焚いてたんですけど、それで煙を吐いてね、走ってるんですよ。で、電気機関車に煙を吹いてるから面白いなと思って見てました。で、それが冬の風物詩なんですけど、EF58 だけじゃなくて、新型電気機関車の EF61 もね、SG 対応してるんですよ。新型電気機関車のに蒸気吹くっていうのがね、すごく珍しく見えました。これね、EF61 なんで SG 対応してるのかというと、山陽本線が電化した時に、本当は国鉄としては電車を入れたかったみたいなんですよね。で、それで電化した利便性を PR したかったみたいなんですけど、電車車両も高価なので用意できなかったと。でせめて機関車だけ、は電気機関車にということで EF61 を用意したというふうに聞いてます。で当然旧型客車なんで、暖房を効かすためには SG が必要ですということで、新型電気機関車にもかかわらず SG が、焚けるようになってました。正直言うてね、80系電車もどうせ比例部やったし、80系電車と旧型客車で電気会社牽引やったら別に煙に悩まされることもないから、そんな言うほど差があったのかなというのは思いますね。もう気持ち的に客車と電車ってやっぱり電車の方が新しいなっていうのはあったかもしれんけど、実際長い時間乗ってたら多分客車の方が楽ですよ。はい。で、それで新型電気会社もう一個思い出した、EF76 の500万台ね、76500万台、北海道の仕様のやつ、あれも SG 対応してましたね。そのために九州で走ってる76よりも車体がちょっと大きくなってるっていうのがありました。はい。で、実際ね、自分が乗ってる列車に SG が耐えてるパターンっていうのは、基本旧型客車でしか SG 使う、ごめんなさい、50系もあった、後で喋ります。基本は旧型客車のための SG という、蒸気暖房というね設備やったんですけど、旧型客車になると冬場になるとね、機関車連結されて SG がこう通ってくる、蒸気が通ってくると、カンカンというか、カチンカチンとかいうね、専門用語でやってるんですけど忘れました。なんとかハンマーとか水ハンマーとか忘れましたけど、そんな名前、音がするんですよ。で、それ来たら SG 入ってきたなっていう感じがしました。このカンカンという音ね、鉄道だけじゃなくて古い役場の建物とかね、そんなところでも、スチームで暖房やってるところは、同じような音をするんですよ。暖房入ってきたら、カチンカチンとかカンカンという音がして、その後シューという音がしてきてね、じわじわーっと暖かくなってるんですけど。別に、その鉄道車両の SG に限った音じゃないです。そんな、蒸気暖房の、蒸気に限らないかな。その集中暖房でやってる建物があんまりないから、最近聞くことないですけど、鉄道車両以外でも聞くことはできます。で、その SG なんですけど、旧型客車は最後にね、昭和61年6月ぐらいからビデオカメラを買って最後の姿を収めとったんですけど、雪景色はもう最後間に合わへんの分かってたんですよ。もう11月ダイヤ改正から10月31日が最後し、せめて SG は撮れるかなっていうふうに思って最後の方で撮ってたんですよね。で10月の半年も10月の最初の頃は動画見てても、ね、夏みたいな感じで、結構暑かったんでしょうね。10月でもね、夏でも10月の窓開けて走ってる様子が見て撮れるんですけど、10月も終わりの方になってきたらさすが寒くなってきてたんですよね。
それでもね、なかなかね SG 入らへんかったんですよ。もう最後の方めっちゃ寒かったんですけどね。で、まあ当時の通客に乗りに来た人らの間でもうなんかその蒸気暖房通すのに、なんか SG の整備するのがもう最後やしやらへんの違うかっていうそんな噂が流れたんですよ。その整備に僕はどれぐらい時間かかるかとか知らないですけどね、うん、まあその、まあ、今年やからそんなささやかれとったんですよね。でそれを裏付けるかのようにですね、10月のその終わりぐらいに綾部に行ったな。で、ま、京都からこれ50キロ待っとったんですけど、それが煙チラチラってやりながら来たんですよ。あ、筋入ってると思って。で、ま、窓も暖房効いて窓が曇ってるやつが来てね。で中入ったらやっぱあったかいんですよ。で、あ、筋入ったわと思って、でこれで900も入るかなって思っとったら入らないんですよ。やっぱりね、なんか知らんけど、ちょっとそれで、まあ、まあそれもあってそのね首脚も最後まで筋吹かへんのじゃないかっていう噂になったのかなと思うんですけど、でなかなかまあ筋入らないまま行っとったんですけど、最後の何日か前の朝かな、確か福知山発6時14分とかの525列車鳥取駅に乗った時にそのカチンカチンって音をしてきたんですよ。で、ああ入った入ったと思って、でまあ、最後やっぱり SG 吹いてくれた、入ったなと思って嬉しかったですね。 でじわじわあとこう暖かくなってくるね。後ろのデッキに立つとね、こう SG のその湯気がチラチラと揺れて見えるんですよ。それもなんかこの去りゆく線路と、SG の煙と、ね、蒸気っていうのがね、冬の風物詩かなっていうふうに思います。また止まってる時にシューッと音をしながら外にガチガチラッと蒸気が見えてるので、ね、なんか実際以上に暖かく感じましたね、はい。で、まあ9号の SG の動画自体は最後の532でしたっていう僕の動画でも上げてて、もう豊岡の駅ではかなり吹いてる様子が取れてですね、SG の威力っていうのが見えるんですけど、なかなかね魅力的ですね。その蒸気がずっと屋根を伝って駅全体がこう蒸気に包まれるという幻想的に立つなんかこう暖かい感じがする、動画が撮れました。まあ、そのちょっとここでも流してきますけどね、はい。で、まあ、9月客車はそろそろなくなったんですけど、その後、まあ、50系ね。で、SG の使用は引き続き、続けられたんで、冬場になると、この、ね、窓が暖房で曇って、で、客車ごとに、こう、チラチラっと、湯気が見えて、いかにも暖かそうな感じがあったっていうのが、まあ、客車の静かな良さですよね。止まってる時でほんまにシューッていう音が聞こえるのは、うん、客車ならではですよね、はい。それでね、もう日本でもう SG 見れへんのかなと思ったら、なんか2011年だったかな、高崎の旧型客車蒸気機関車から SG 取るようにを復活させたっていう話があって、でも早速乗りに行って、あの時も懐かしいね、その水上で折り返しで、機関車付け替えた時にカチンカチンっていう音が聞こえてね、でやっぱりそれを知らへん人らは何の音やろってみたいなことを言ってたんですけど、まあ、僕にとってはめちゃめちゃ懐かしい音でした。で、まあ、今でもそれがイベントでしながら体験できるというのは非常に貴重やと思うんで、まあ、冬場にねあれ乗られる人はぜひそこを、ね、確認してほしいなと思います。と同時にですね、現役で言うたら、まあ、日本で最後の SG 使ってた現役の列車って多分ね筑豊温泉の50系かなと思うんですけど、うん、やろうな、なくなってで、まあ、海外でもね、よく客車乗ってたんですけど、海外で SG 日本みたいに吹いてるのって、ね、韓国しか知らないんですよ。韓国は、ね、旧客も、それから、トンイル号の、
キャプチャーも SG 吹いてたんですよね。で、無分波は吹いてなかったんですよ。で、普通列車であるピドルギーと、それから、快速とか準急扱いの、トンイル号、この2つが最終的になくなってしまって、今最低ランクが無分波になってるんですけど、その時点で多分 SG はなくなってますね。今冬に韓国行っても SG 見ることないんで、で、海外は他ないかなと思ってね、旧客僕用乗りに行ってた台湾とタイはそもそも暖房がないんで SG 吹くことないですし、で、中国はね、各車両に石炭ストーブっていうか石炭の暖炉っていうかがついてるんで SG じゃないんですよ。まあ、あれはあれでいいんですけどね。各車両についてるというのは多分ね、非常時のことを考えてそうなってると思うんです。 SG 引き通し管がなんかどっかで故障したら、それより後ろの車両が暖房が止まってしまうんですよ。そのマイナス40度で走ってる中でそうなったら、それこそほんまに生死に関わる問題なんで、各車両に石炭で、暖房が給油してたのかなと思いますね。その有事に考える対処考え方で言ったら、ソ連も同じような感じでしたよね。主要駅には蒸気機関車を飾ってるんですけど、その蒸気機関車実は走ることができるっていうような話を聞きました。その有事に、架線がやられてしまったら、その蒸気機関車で牽引することが、最低限牽引することができるんだっていうことなんでしょうね。今はそこだなってことは分かりませんけどね。まあ、そんな理由もあって中国で昔は感染系統が伝播しなかったっていうのがありましたけどね。今はもう電化してるところを見ると、その大体的な戦争はあんまり考慮してへんだろうなというふうに思います。ということで、ね、SG の思い出というのをこの冬山散歩しながら喋ってみました。 SG ね、良かったですね。ではありがとうございます。